俺は浅草寺でございます。ゆうさん、あの煙を浴びてください。え、良くなりたいところに煙をかけるんです。おちんぽだじゃん。今日ちっちゃいのが悩みだし。おちんぽという言葉が出てくる頭にかけてください。あ、いいこと言う。不思議な光景ですけど。不思議な光景ですよ。さあ、存分にかけるがいい。よくなった？速攻性あるのかな、これは。わかんない。さあ、ゆきさん、何でしょう。ここはですね、はい、抹茶のアイス。そうですね、ツイッターとかで、そうそうそう、世界一濃い抹茶のジェラートがあるとこなんですけども、アイス屋さんに1時間半ですよ。まさにファストパスが欲しいところ。あなた抹茶ね、食べないし。てか抹茶好きは本当ここ来て、あ、目輝かせるんだろみたいな。てかいるよね、抹茶好きな女子。いるね。抹茶なの。めっちゃ好き抹茶みたいな。抹茶好きって言ってる自分が好きなんだろ。わざわざ店の前に来てディスらなくてもいいでしょうよ。今日結構毒が出ますね。そうですね、ぶった切り行きましたからね、浅草の。1時間半ですので抹茶好きな方はね、来てください。やばそう。今花屋敷前に来てます。知ってますか皆さん、花屋敷日本最古の遊園地でございます。花屋敷はある意味怖いと思う。そう、昔はね、入場もタダだったんですけども。あ、すごいパンダが来てる。かわいいバッタ、ここに降りたい。ゆきさん、ここがですね、まるごと日本といいまして、今年の1月か2月にここにできたんですよ。全国のご飯とか伝統の作品とかがこうビル1個のビルに入ってるまるごと日本とい う施設が日本で1軒しかありません、ここしか。そうなんだ、はい、日本の各地をね、こう、まあ、ギュッて凝縮、まるごと日本だ。そうです。そして見てください、この反対側、皆様ご存知のドン・キホーテ。ドン・キホーテ出た。浅草のドン・キホーテだよ、みんな。ロッキーボックスやろうよ。何、大当たり出るかもしれない。出た。何が入ってるか分かんない。300円。300円。じゃあ2回やるか。何かしらが入ってて、それとカードみたいなのが入ってて、それが当たり。おかしいませ、これワンチャンアルフォート。決まりました。もし当たっていれば景品と、もう一つ紙が入ってる。その紙がどこに入ってるの。箱の中。中じゃない。知らないだろ俺の強運を。ガチャで毎回当てる男だろ。イエーイ。ちょっと待って、ガチャだと崩壊ウォッチ。他はない。ないの中。ないよ。でもね、300円だからちょうどガチャガチャ3回分。そう元は取れるのかな。取ってるね。ただ、あれの開封動画は撮りません。妖怪ウォッチ別にあんま。ちょっと待って。ボノボノと、バズライトイヤー。紙はないですかね。ないです。ああ、無限の彼方へですね。うまいこと言われるよ。皆さんやってみてくださいね、300円で夢が当たると。ここが仲見世通りと垂直にね、クロスしている新仲見世通り。新しい、そう、アーケードになってるんだ、こっちは。浴衣の女性がキュウリをしゃぶりついた。浅草いいとこだな。はい、ということでね、戻ってきました。皆さんいかがだったでしょうか、浅草ね。まあちょっとゴールデンウィークが人が多いんでね、繁忙期をちょっと避けて、土日以外がいいかな。じゃあ近い人は平日に。そうだね、来るといいかも。ということで皆さん、ゆうぴーの浅草ねでした。バイバイね。ねえ、はい、浅草今半本店でございます。あれ、いつだっけ。日向は19月、夏にまた俺らが今半で食べてる動画を撮ってる。